甘い香りについてもう少し話しますとね、まあ体験した人はもう当たり前のことなんだけど、例えば、僕の本を読んでると突然カサブランカの香りが部屋に充満したとか、お風呂で僕の本を読んでると墨汁の香りでいっぱいになったとか、あと大きな書店に僕の新しい本が出たからといって、探しに行かれて、そのフロアに着いて、あ、山口さんの新刊があったって見つけた瞬間に、そのフロア全部がカサブランカの香りが、突然カサブランカの香りが降ってきたと、まあこう話しても一般の方は信じられないと思いますけど、数日違いに全く違う地域の人から同じ現象のメールをいただきました。じゃあ僕はどうかというと、そういったためのことはもう何百回と体験しているので、ああすごいけど実際にあったんだって僕は、もちろん信じられるわけです。セオリツケ様っていうのはそんなすごいこともしてくださる方です。それはどういうことかというと、神様に意識を向けると神様もその人を意識してくださるんですね。強く意識すれば強く意識してくださる神様と、そういうありがたいものだなと、だんだん僕も分かってきました。